アクロンは1930年代にアメリカ海軍が運用した公式飛行船である。船名は建造を担当したグッドイヤー社の本社が存在する都市名にちなむ。第一次世界大戦前後の時期の航空機はおしなべて航続距離が短く貨物搭載量も限られていたため、これらのデメリットを解消すべく飛行船の軍事利用が模索されていた。 そうした背景の中、アクロン号は、現代の早期警戒機に近い構造に基づき、建造された。公式飛行船であった、アクロン号の全長は240メートルに達し、ガスの総容積は18万4千立方メートルに達した。ガスはヘリウムが用いられている。偵察能力を向上させるために、航空機を5機搭載していたほか、洋上からの攻撃を避けるために、 偵察要員を乗せたゴンドラ部分だけを上空から数百メートル下方へ下ろす装置も搭載されていた。本船最大の特徴として、同型線の名混合に同じく偵察用途ではあるが航空機を搭載し、空中での離着艦が可能な機構を装備していたことが挙げられる。仮に航空母艦として分類すれば、極めて特殊な数少ない船舶以外の空母の一つとなる。 搭載機はカーチスライト社製 FQC スパローホークで複用単発のプロペラ機であり 7.62mm 機銃で武装していた FQC は翼の上部に離着艦時に用いる特殊な装置を備えておりパラサイトファイターと呼ばれるものでアクロンメイコン専用の機体であったアクロンは固定武装としてブローニング m 九百十八自動小銃装備の 単素銃座を船体各所に計7機備えていた。アクロン号は1931年に収益したが、翌1932年には2度の破損事故を起こし、それぞれに1ヶ月の修理を余儀なくされた。さらに地上作業員2名が死亡する事故も発生させており、実際の運用では突風による問題が多いことが認識された。 続く1933年4月4日12時30分頃、ニューイングランド沖合にて突風に巻き込まれて墜落し、生存者3名のみで乗員73名が死亡する事故となり、これは飛行船史上最悪の死亡事故となった。天候を無視した過酷な訓練が原因とされる。この墜落事故によって同乗していたウィリアム・ A ・モフェット、海軍少将も殉職した。 生存者4名は現場に居合わせたドイツの船により救出されたが、そのうち1名は後日亡くなった。死亡者が多数であった原因には、任務上、養生長時間飛行が前提であったにもかかわらず、乗組員用の救命胴衣を搭載していなかったこと、救命以かだも一層しか装備されておらず、また、それを使用する時間の余裕がなかったことが大きいと、される。アクロン号の後、 1935年にメーコン号も墜落事故を起こし、アメリカ海軍が所有していた大型公式飛行船の機体は1932年に退役済みのロサンゼルスを除いてすべて失われている。ヒンデンブルク号爆発事故も重なり、公式飛行船の建造は行われることはなくなった。その後、アクロン号の教訓から、アメリカ海軍とグッドイヤー社は骨格を持たない小型の 南式飛行船の増産に着手する。それらは主に沿岸での対戦紹介任務に用いられ、第二次世界大戦中を通じて160機以上が運用された。アクロン墜落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。